緩やかに湾曲し、見通しの悪い生活道路の例。河内街道安越なら、街道交差点生活道路とは、その地域に生活する人が住宅などから主要な道路に出るまでに利用する道のこと。都市部では路地、農村部では農道などとも呼ばれ、また、市道のように施設の道もこの一部である。生活道路は、その地域の住民らが、 自宅から大通りなど主要道路に出るまでに使う道であるが、その多くでは、福音が狭く、自動車の対面通行がやっとであるか一方通行で、あるなど、頻繁に自動車が通ることを前提としていない。民家に隣接している関係で、垣根や塀などで、見通しの悪い箇所も珍しくはなく、信号機や横断歩道などは、ほとんどなく、交通安全のための設備も、 いくらかの道路標識に混じって一時停止のほかカーブミラーや防犯灯と呼ばれる薄暗い道路照明がある程度に過ぎない。これらでは自宅に出入りする際に利用するという性質上、通勤の時間帯を除けば交通量が極端に少なく、歩行者が散歩するためにも利用され、車道と歩道の明確な区別がない。また、その多くは通学路にも指定される。かつての街道も、 他の道が整備された後に生活道路として利用される。都市乗り街道、13街道また区画整備された新興住宅地では5番路線のように整備されているもの、スプロール化した郊外の住宅地では都市化以前の曲がりくねった古い農道、生活道路がそのまま都市構造に組み込まれている場合も少なくない。これらの多くでは歩行者や自転車等の軽車両のための 道として設計されており、自動車交通の便はあまり考慮されてはいないわけだが、その一方で、幹線道路をつなぐ抜け道とみなして、渋滞や信号機、交差点を迂回するために、この生活道路を通り抜けようとする者も,もいる。通学路に指定されている場合も多く、自動車の通行により年間で多数の死傷者が出ている。ただ、これらの道は、 日中や夜間に歩行者や自転車が飛び出してくることも多く、これに絡む接触、衝突といった交通事故も少なからず報じられている。抜け道の問題に関しては、特に都市計画の芳しくない地域で、振動やバイパス道路に加え急動が、飽和状態に陥り渋滞が状態化している地域で、社会問題ともなっているが、単に近道であるという動機から、 大型車両や重量車両が通行し、付近の広い伏線道路の通行が少なくなっているところもあり、安全性や騒音、振動等に関する行政による通行規制と本来の行政目的に応じた道路の種類ごとの適切な通行が課題となっている。また、生活道路という狭い道においては、飛び出しにも対応できる速度での走行が義務付けられているにもかかわらず、 事故が起きている。つまり、自動車の安全運転義務違反走行が横行しており、問題視されており、市民らの要請により、反布設置や自動車通行禁止等の施策が取られる場合もある。ありがとうございます。